こんにちは。こんにちは。こんにちは。プロ野球、月間 MVP が3月、はいはい、4月度の、うん、出たということで、いやはい、まあそうですね、拍手です。大体結果を、はい、まあ大体、まあちょっととりあえずね、発表させていただきます、はい、セントラルリーグ3、4、4月度、うん、投手部門、うん、山口俊投手ということで、はい、そして、はい、巨人の山口俊投手、そして打者の方が、同じく巨人の坂本勇人選手ということで、そりゃそうでしょ、はい、まあこれはな、これはもう満場一致じゃないですかね。この前ね、坂本に会ったらね、あの、だからチャンネルであの、ありがとうございますっていいことばっかり言ってくれてるで、見てるからね。見てるんすか、マジっすか。うわぁ、嬉しいっすね。もっといいこと言いましょう、じゃあ上げて上げて上げ上げすぎるというぐらい、そうですね、もう上げなくても素晴らしい選手、はい、そうですね。別にもう改めてっていうことで、そうですね、まああの記録も残されましたんで、36試合、俺が行った時にちょっと止まっちゃったんだよね、はい、あ、その話をした時に意識しちゃったんじゃないですか、いや意識はしてない、してないですかでもね、坂本は言ってた、あの打席ね、調子がいいとか調子が悪いとかみんな感じるとか言ってたじゃん、いや僕はそれを感じないようにしてると、もうとにかくゲームに入ったら調子悪い時だって打てることあるし、調子がいくら良くたって練習でだよ、あの打てない時あるから、でそういうことに惑わされないようにもうゲームに入り込んでいく、そういうこと言ってたよ。大したもんだなと思って。かっこいいっすね。さすがですね。もう本当に。もうさすが、さすがですね。本当に。また惚れ直しました。まだ話さないですよ。本当に。ま、ストーカー疑惑出ます。ストーカー。そこからね。山口俊も、はい、やっぱ巨人が、うん、首位にいる原動力、はい、まあザ安定という、いや本当ですね、まあここのところ良くないけどね、うん、でも3月4月は、はい、本当に素晴らしかったと思います、はい、良かったと思います、はい、ということでセ・リーグは文句なし、巨人から2選手が出たということで、うん、はい、はい、そしてパリ、床田も俺押してたんだけど、広島、そうですね、良かったですよね、ここだもザ安定じゃなかった、いや安定しました、もうザとこだでした、そうだ、ザとこだね、ザとこだね、今永もさ、はい、いやちょっと打ってくれてれば、うん、いや本当そうですよね、なんか可能性あったなと思ってましたね、良かったっすけどね、まあチームの状態も含めて、はい、まあジャイアンツ2人といいますね、セ・リーグはね、これはでももう文句はないですね、まあそうだね、文句と言ったらおかしいですけど、うん、はい、どういうことで殺されるの怖いも熱いファンがいらっしゃいますんで、続いてパ・リーグいきたいと思います、うん、パ・リーグの方は、投手部門、日本ハムファイターズ、うん、有原航平投手、はい、そして、打者部門が、まあこれも文句ないんじゃないですかね、山川穂高選手ということで、はい、西武ライオンズ、はい、まあ文句ないよな、文句ないっすね、これは有原の防御率は、いや途中まで、はい、ちょっと5月になって打たれたけど、はい、0.50 ぐらいだったから、いや、そうですよ、バケモンでしたね、もう半端なかったな、全然点取れないんじゃないですか、いやいや、まあ札幌行って中継した時に有原が投げたんだけど、はい、すごかったね、やっぱいいです、いや去年のイメージがあったんだよ、カットボールばっかり使ってさ、はい、で打たれてっていうのがあったの、はい、だけどボールに力が出てきたよね今年は、あ、これはなかなか打てんぞと思って、ただキャッチャーが止めないかも、はい、あ、そっちのもの、有原って結構熱くなるからね、あの子打たれてもそうだし、そういうミスに対してちょっとカーッとくるところがあるから、はい、あれやりだしたら叩きつけ出したら叩きつけるから、 ありましたね、第二のロメロ出ますね、ボールを叩くる、ね、ボールを、ね、ロメロ選手はグローブを叩きつける選手だから、自分に厳しい選手、そうそうそう、自分のねグローブを、そして、はい、でも見事だ、いやもう見事ですよ、もうこれも本当にないですね、そして、打者部門が山川選手、はい、これはもう打ちまくってましたね、そのホームランもう打つけど、はい、存在感が素敵だな、うん、やっぱチームにさ、はい、なんか本当に必要な選手だもん、はい、あの気とかさ、はい、明るさとかさ、打席での気迫だとかさ、うん、助かーい、いいね、もう、もうファンの人もだ助かいいよ、すごくいいと思う、盛り上がりますよね、だから、まあ、子供ができて、はい、生まれたんだよ、5月15日、はい、に生まれて、はい、女の子だったらしいんです、その試合で2本ホームラン、いやー5月に入ってもさらに打ちまくってますからね、その上、それがすごいっていう、はい、まあチャンネルにも協力的だし、はい、多分、はい、多分もうね、娘さんも見てほしいですねまだちょっと時間かかるちょっと難しいですかね、まあなんか夢はあれだな、
娘のドスコイ見てみたいな。あーみたいな。一番伸びますよ、これ。めちゃくちゃ可愛いですね。はい、ということで。まあまあ、でもまあ、文句ないな。はい、うん。文句ないです、本当に。はい。うん、あと、こっから。他にもね、いい選手たくさんいますけど。まあ、そうだ。今回の先はということで。はい。おめでとうございます。はい、お願いします。